ぱ若いアーティストが作ったリズムというかメロディーなんだろうなと思いながら、うん、今リフレイン聞いてましたけど、まあ、楽しかったですね。レコーディングアコさん、はい、割とこういうのは新鮮ですか、楽しかったんですか、やっぱり。いや、なんかね、あ、空港の近くに住んでる人なんだなと思いながら、はいはい、うん、だからこのなんていうの、明るい時と暗い時のダークの差をなんか自分のいろんな 恋だったり生き方に変えてんのかなっていう感じで歌いましたけど。なるほど。その歌詞の世界の解釈と、あとあとこのノリというか、そうですね、リズム感もそうですよね。なんかジャズっぽくて楽に聴けますよね。そうですね、はい。感想も続々いただいております。平塚市の猫招きさんです、はい、番組が始まって1時間以上経過してますが、はい、アッコさんの声がやはり番組スタート時オープニングよりも力強く聞こえます、はい、ああよかった、はい、無理は絶対にいけないと思いますが、はい、ラジオのトークがリハビリになってるんだったら嬉しいです。ああそうですね、そうですね、ちょっと本当に出していかないとということなんですね。3日間誰も喋んなかったから、はい、ということで、あと1時間マイペースでいいので頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、横浜の栗きんとんさんもですね、うん、アッコさん喋りで無理して悪化するようなことがあったら大変ですからね、はい、場合によってはもう曲連続でかけっぱなしなんですよでも明日のお任せもあるからね。そうなんですよね、うん、ま、知らない曲に出会えることが今日は新鮮で楽しいです。あ、嬉しいです。それよりも皆さん、あのアコちゃんに叱られる一回応募してください。今日はチャンスよ。そうチャンスですよね、うん、はい、その知らない曲に出会えるのが楽しいというふうに言っていただきましたが、うん、このアコさんのリフレインをプロデュースした、先ほどご紹介したこのオーバルですけども、はい、3人組ダンスのリーダーの慎吾鈴木さんがですね、うん、一時期フランスでバンド活動をされていたという経歴もあるんだそうです。はい、そんなオーバル、先日男性シンガーソングライターのシラップさんとコラボレーションして新曲を配信リリースされました。なんや、わかりませんね、オーバルさんがシラップさんとで、It's all about you フィーチャリングシラップ、まあ、よくわかりませんねアーティスト名、グループ名、外人ですね、曲名、うん、はい、それもう配信リリースしたばかりの曲ですね、はい、お届けしましょう、はい、オーバルで It's all about you フィーチャリングシラップ。